日立市立中里小中学校の今校庭に来ております。今日はこちらで、地域の皆さんと一緒に地域防災訓練が行われることになっています。その模様をレポートしてまいります。子どもたちはなんだ煙のあ消火訓練ですかね、ここからね、はい、ちょっと消火訓練の場所に行ってみましょう。感じろ感じろ、はい、それでほうきを補強に下から、はい、ありがとうございます。先ほどの体験の感想を教えてください。まあ、毎年やってるから思い出せてよかったです。じゃあもう使い方は大丈夫かな。大丈夫だと思います。はい、今度は心肺蘇生の訓練のところにやってきましたけども、人形を相手にして人工呼吸をね、今訓練をしてますけども、なかなか難しいですよね。そうですね、力もいりますしね、力もいるし、救急車が来るまで8分間だいたい平均するとね、はい、来るまで8分かかるんで、その間はこうマッサージ、心臓マッサージやんなきゃいけないっていうのがね、結構つらいですよね。経験してどうですか、うまくできた。はい、結構1年生の時からやったんですけど、まあ、1年1年ずっとやってなかったんで、大変だなって思いました。いざという時に自分でできそうですか。まあ、はい、いざという時は、なんとかね、はい、やらないと、はい、やらないといけない時は、やれるように、頑張ってやろうということですね、はいはい。訓練体験されてみてどうでしたか。そうですね、私前1回か2回経験あるんですが、はい、まあ、やっぱり毎回やると新しい、やっぱりね、この覚えることがやっぱり学びできますんで、何回かこう毎年1回でいいから皆さん参加していただいて、非常時の時とかそういう時は使えるように心構えをしておいた方がいいかなと思います。はい、こちらは沿道体験、沿道って煙の道の体験ですね、はい、煙にこう囲まれちゃった時、火事でね、その時にどうするかっていうのを実際にここに今煙がこう舞ってますけども、じゃあ今から大人の方と一緒に体験していきたいと思います。はい、では行ってきます。あ、もう早速これ、わーすごい、すごいですよ。あ、仕切りあるんで気をつけてください。はい、見えます。見えないです。あ、先がもう全然見えないですね。これが本当はこう、どうしよう、ね、本当だったら吸ってたらもう気が遠くなったり、呼ばれますけど方向があんまり分かんないですね。あ、入り口こっちですよ。大丈夫ですか。うわー、いいでしょ。結構、どこです。どこですか。まっすぐです。あ、ただ。ああ、どうでしたか。結構本当に見えないですね。ですね。はい、ちょっと立ち上がるともう何も見えない感じです。これはやっぱり訓練しておいた方が大丈夫ですか。結構見えなかったです。そうですね。これがね、本当の火災だと結局誘導動かすっていうことですもんね。そうですよね。はい、だからちょっと怖いですよね。ですね、ないことを祈りたいですね。そうですね。はい、はいはい、ありがとうございました。それではただいまから防災ステーション宣言講演会、ラジオで命を守る始めたいと思います。まず3本の動画をまず見ていただきたいと思います。北方領土での共同経済活動構想について、領土の帰属問題の解決を条件に協議に応じる方向で検討に入りました。これ今放送している最中の映像です。ただいま水戸地方で地震を感じています。気象庁によりますと、茨城県では大洗町で午前7時8分に50センチの津波が観測されました。その時 3.11 の教訓は生かされたのでしょうか。ラジオというと今あまり聞く人は少なくなってますけれども、車の中で車をつけて、車のカーラジオで、ラジオをつけて情報を取る、それから小さなトランジスタラジオで聞く、まあ、非常にそういう簡単なメディアには災害には強いというようなことはあるかもしれませんね。
南海地震津波の本当にあった出来事をもとにして作られた紙芝居です。でこの紙芝居の中には避難するときに大切なことが盛り込まれています。私が読んでいくので皆さんはお話を聞きながら避難するときに何が大切なのかそれを考えながら聞いてみてください。義兵が指を指す沖の方には一筋の不気味な黒い線が見えた。その線はみるみる太くなりものすごい速さで押し寄せてきた。津波だ。山のような津波はゴゴゴードドーン。村をただ人のみ。小学校は避難所または避難場所になっている。丸か×か。みんな丸ですか。これは正解は丸です。おめでとうございます。ラジオはね災害が起きた時に情報を手に入れるのにね使いますからぜひ聞いてみてください。中里学区コミュニティ推進会の石川良一会長にお話を伺います。こういうその災害の時の訓練だけじゃなくて、はい、日頃からのこう顔の見えるそうですね皆さんのこう活動というんですか、特に町の方は希薄になっているもんですから、はい、まあ、この地域はあの地域性があってあの皆さんよく知り合った中コミュニケーションは常日頃取れている地域なんですけれども、はい、いろんな町の方の地域と一番それが訓練一つ一つの訓練よりも私は一番それが大切かなというふうにはいつも思ってます。なるほど、ね、先生今日防災訓練あのこうやって午前中行われたわけですけれどもあの毎回こうやって訓練をされてきて少しずつ、まあ、子どもさんたちは、災害についての備えっていうのは考えてきているんでしょうかね。防災の意識も高まりそして反応というか、はい、あの 避難の方法も良くなってきているなと考えています、うん、まず子どもたちに自分の命を守ろうというのを一番に教えています、うん、そして何かあった時にどうやって連絡を取っていくかということも教えていきたいなと考えています、うんうんうん。今日はあの中里小中学校で、子どもたちとそれから地域の皆さんと防災訓練を行われたわけですけれども何が印象に残りました。一番去年も訓練をやったっていうその前も訓練をやったっていう子どもたちの声が聞こえてて、うん、あのもう覚えてるっていう子が多かったような、うん、消火器の訓練だったりとかも動作がスムーズにいっているなと思ったのでやっぱりこう繰り返し訓練していくことがすごく大切なんだなっていうふうに改めて感じましたね。そうですよね。我々が考えてみたら我々は小さい時そんなことやってなかったですからね、うんうん、やっぱり小さい時からそうやってあの日頃から防災について考えるってことは大事だなってことでしょうね、うん、そうですね、はい。ということで、平成31年度民放連メディアリテラシー女性対象事業防災ステーション宣言、講演会ラジオで命を守るこれで全て終了いたしました。